はい、また証拠にもなくまた月下のねチャレンジのパート5になります。パート5、パート5なんですけどね、やっぱりねこれもねテストなんですね。またテストプレイというかテスト動画になっております。前回パート3とパート4でね完膚なきまでにこの楓っていうのに負けましたけどもね、その時に撮った動画は、まあ撮る時のサイズを大きくして 60fps にしようと思ったんですけど、今回はねあの小さいサイズで撮ってみて、これを引き伸ばしてヤビ UTL でね、エンコードの時に編集かな、エンコードの時に引き伸ばしてこれを上げてみようかなと。これでも一応 60fps になるのかなっていうのを確かめてみたいっていう、まあそういう思惑でやっております。あ、ガードできた。見事にカウンター決めるね。この辺が怖いよ。相手が。投げるものな。うお、なんで外れたの今の。なんで今の外れたの。あのでっかいのでズバンってやるやつはここしか当たり判定ないとか、なこだねえわな。たまたまか。リレッカさん攻略法はもうさすがに分かってますので、これはもう余裕ですね。ここはサイズを小さいサイズで取って、これをエンコードで上げることができればこっちの方がね、あの自分のパソコンに優しい。やっぱね、大きさで撮ったやつはね、容量がパンパンになっちゃうから。なんだその動きは。俺を恐怖させたリレッカの動きではないな、もはや。危ない。いかん、危ない。よし。とにかくね、このリレッカさんね、ハイスラー当てた後にカウンターが当てられると思って弱パンチしてくるんだけど、その弱パンチがこっちに届かないから、隙丸出しで2連発でハイスラー当てると、それにカウンター合わせるみたいな感じで、絶対確定当たるんですね。で、この響きの歯、高値響きのね、ハイスラッシュがめちゃくちゃ威力高い。4分の1とは言わないけども、5分の1、6分の1ぐらいは削っていく。だから倒せる。隙だらけじゃないんか。お、これは当たらないんだな。下どこなら当たるのかな。おお、これは当たる。おお、なるほど。これこうしてこれなら当たる。あ、違わない。ほう、うん。あれ当たってるのか。ガードできてない。まあ、俺の手落ちかな。どうくる。ちょっと分かんないうちに。ほう、いやー、ちょっとなんかあんまり。どうした、べーっていうので、なんでそんなに悲しんでるんですかね。次の相手はムクロあたりかな。あ、違う、わしずか。もう勝てんかもしれん。ちょっと動きがいまいちだしな。勝てるとは思えんな、簡単に。隙だらけ。刀が手元に。その刀持っていこう。良さそうな刀だ。ほらほら、手元にあるぞ。それ持っていこう。おお、因縁の直江資源。
こいつにやられた恨みは晴らすでおくべきか、おくべきか。あんまり攻めるの前なんだよな、こういうがたいのいいキャラは。こいつの排出食らってなんか耐えてるもんな。こういうの嫌い。怖い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 。おお、よかった、届いた。今度は数珠がこっちの方に転がってきて、今草むらに隠れてるから、これ持っていこう。これ追いはぎしていってる、追いはぎしていこう。お、見たことない人だ。ミナカタっていうのかな。バトルオブクラウディッドスカイエッジオブザバトルフィールドアフィ、読み切れなかった。モリア、さて、ちょっとわからんな、距離が。外れた。強っ。これ勝てる気か、勝てる気しないな。よし、次。下かよ。なんで。うわ、必殺打ったんだけどね。しゃあない。もうこの技がバーッと下手でしょ。超必殺打ったんだけど入んなかった。あの未熟さのローがいい。まさにその通り。いつか勝ちたいね。ほなまた。